はい、どうもこんにちは、ショコラです。今日はですね、こちらの、デッドストックブルーですね、ウェアハウスさんの新しく始まった、レーベルですね、デッドストックブルーの、この G ジャンですね、これを今3ヶ月ぐらい来たので、まあ、それの経年変化をちょっと見てもらおうかなと思っております。はい、あと着用感で言うとですね、すげーいいデニムだなとやっぱ改めて思う感じですね。はい、3ヶ月ほぼ、毎日着てます。はい、まあ、たまに外にも着てきますし、基本的には結構家で、なんか作業する時とか、まあ寝る前までずっとこう着てるような感じですね。はい、で大きな変化で言うと、今この辺りが結構もう色落ちしてきてますね。見えるか、はい、結構薄い青いデニムになってきてる感じがします。この色落ちの感じ、個人的にはですけど結構早い方な気がしました。なんとなく1928のモデルも結構着てたんですけど、それはね、こんな早く色落ちしなかったんですよね。まあ着てる環境が全く一緒かというと、まあ、もちろん全く一緒ではないので、そういうのも影響してくるとは思うんですけど、あとまあ始め方もね、全然まあこれ向こうはワンウォッシュのやつを買って、こっちはデッドからやってって感じです。これも違うと思うんですけど、ただやっぱりね、こう色落としというか、この何ですかね、色落ちをこう楽しんでて思うのは、やっぱりね、絶対デッドからやった方が楽しいなと思いますね。デッドというかそのリジット状態からですね、はい、見洗いの状態で買ってやった方が、その何ですか、リスクはありますよ。いろいろそのサイズがね、もしかしたら縮みすぎちゃってとか、別に絶対に何が何でもリジットの方がいいっていうわけじゃもちろんないんですけど、結構その経年変化に重きを置いてるタイプの人は、リジットから、まあもうそれは当然というか、そう分かっとるわいっていう話だと思いますが、まあ、見洗いから行った方がいいかなと思います。で、あんまりそのバキバキに、逆にね、こうバキバキにあんましたくないとか、あとまあ普通に結構着用あんまり硬い状態からとか着たくないしとか、サイズもバッチリ合わせて買いたいっていうタイプの人は、むしろワンウォッシュの方から買って、着てった方がいいと思いますね。はい、なのでまあどっちがいい、一概にいいっていうわけじゃなくて、まあ好きな方を選んで買う方がいいかなっていう感じですが、本当はあのデッドが良かった、デッドというかそのリジットが良かったんですけど、リジット状態のやつが売り切れだったんで、まあ初めてワンウォッシュでもいいかなと思って買ってみたんですが、個人的にはね、全然やっぱ違いが出たかなと思っているので、もう今後はやっぱ絶対リジット状態で買おうと思いましたね。はい、もうリジットが売り切れてて、ワンウォッシュが残ってたらちょっと見送ろうかなって思うくらい、個人的にはまあもういいかなとは思ってますね、ワンウォッシュは。はい、先ほども言ったように、あの長所短所がある話で、あくまで俺がそっちを選ばないってだけなので、別にワンウォッシュの方が悪いとか微妙って言ってるわけじゃないですね。はい、好き嫌いの話です。はい、ですね、まあそんな感じですかね。で、形の特徴で言うと、やっぱこれ36サイズで、最近買った G ジャンの中では一番サイズで言うとちっちゃめを買ってますね。この間買ったファーストタイプの後期タイプのやつは38買ってますし、前から持ってるセカンドの方は、もう40を買ってるので、これは36なんで、結構ちっちゃいサイズを選んでますが、袖見てもらうと別にそんなに短くはないと思うんですよ。別にっていうか全然短くないと思うんですよね。はい、ここで多少上がってきても全然ちょうどいいし、まあもちろんこれ軽くのワンウォッシュしかしてないので、この後にもう一回こうがっつり洗ったり、この色落ちが終わったらね、定期的にこう2週間なり1ヶ月おきにこう洗うようになると思うんですけど、そうなったらもしかしたらもうちょい縮んでいくと思うんですが、だとしてもまあ別にそんな問題はない長さかなっていう、今でこのくらいだったらやばいなと思いますけど、今これだけあるんで、まあ 1,2 センチさらに縮んだところで、まあ別にほんとジャストになるかなぐらいって感じですかね。はい、丈はねやっぱそこそこ短めな感じはしますが、まあ、これがまあ可愛いかなっていう感じですね。まあ、あとちょっとややこうゆとりが、36にしてはここに全然ゆとりがある感じのサイジングですね。はい、
昔のやっぱ結構なんですか、本当20代前半ぐらいに買った時のジャストサイズ感って結構もうこのびっちりなイメージなんですよね。これもう本当にウエストつきつでこう着るみたいなのが結構流行った時期あったじゃないですか、パッツパツで。そこから考えると36サイズだけど、あと丈も短いけれども、ウエストでいうともう全然余裕ですね、はい、拳1個余裕で入ります。やっぱこのぐらいがいいかなと思います、はい、なんですかね、このサイズをちっちゃめにしたとしてもウエストの周りがこのぐらい余裕があるなら全然ちっちゃいというか、まあ、タイトめというか、その何ですか、ジャストぐらいのサイズで着るので十分だと思いますね、はい、ここがもうパッツパツなんだったらちょっとやっぱね、若ければいいですけど、おっさんになってくるとちょっときついかなっていう、まあ、もちろんそれが似合う人もいるし、体型をすごいキープされてる方は全然ありだと思いますけど、俺は無理だなっていう感じですね。やっぱりね、お腹も絶対出てきてますし、出てきますし、まあ結構体調管理してもね、昔ほどやっぱ痩せにくくなってるので厳しいですね、はい、って感じですね。あと最後に、この物撮りっていう形でですね、雰囲気をお見せしようかなと思います、はい、ちなみに後ろとかはこんな感じですね、はい、あ、そうで、針もこのガチのね、針なので、本当に日本針なので、結構ねいろんなところやっぱ傷つけるんですよね、やっぱ。だから、俺はペンチでこうグイッとグイッとやっちゃいましたね。この針をちょっとね、どうするのが正解なのか、正解あるかわかんないですけど、みんなどうやってるのかわかんないですけど、俺は、内側にこうグイッて巻いちゃいましたね、曲げちゃいました、針を通した状態で。だから一応外側にはその針があんま刺さないようにはなってますね、はい、ここ当たってもこの丸いクリッて曲げた部分なんで、まあ問題ないかなと思ってます。まあもちろんね、人によっては切っちゃうっていう人もいるんだろうし、この針を切っちゃう人もいるのか、ちょっとねそこら辺がよく分からなかったんですよね。一応ネットとかでもみんなどういう処理をしてるのか調べてみたんですけど、特になんかこうそれに関してのこう有益な情報が特に書かれてなかったので、まあ、みんな好きにやってんだろうなと思って、特にこれが正解とかもなく、まあまあ、じゃあ俺はまあまあディテールとしては残したいし、でも針は邪魔ってことで、まあ、ペンチでクイッと内側に曲げちゃう、通した状態で曲げちゃうっていうふうにしましたね。こんな感じですね。結構この何ですか、最初の儀式というかね、あれのおかげでバキバキな状態はもちろんキープされているので、このままいけば、まあ、前に自分がやってたセカンドとかね、アトラソさんのファーストのデニムみたいに結構あとはゴリッとつくんじゃないかなとは思います、はい、でやっぱこの色がね、ちょっとこう何ていうんですか、くすんだ黒っぽいというかグレーっぽいというか、ちょっとやっぱダークトーンがデニムにちょっと入ってる感じがこのデッドストックブルーの特徴であり、多分いいところだと思うんですけど、個人的にはすごくいいですね。なんかちょっとね、普通のこう青い青々としたデニムっていうよりかはちょっとダークトーン入ってる感じが、いいなっていう思いますね、本当に思います。なのでこれはね、本当デッドストックブルーは、まあ、まだまだこれからね、色落ちしていかないと、皆さんも初めての、始まったばかりのレベルなので分かんないと思いますけど、まあ、このままねずっと追ってきますし、途中でね、あ、いい感じじゃないと思ったらね、ぜひぜひ行ってみたらいいんじゃないかなと思いますね、はい、個人的には今の段階でも十分楽しい、着てて本当に楽しいですし、変化がすごい楽しみなデニムなので、すげえ個人的にはめちゃくちゃおすすめですね、はい、いつかねパンツもちょっと行こうかなとは思ってますが、はい、まあ、まだ今ねちょっと2着アトラストさんのやつやってるんで、まあ少なくともそれが終わらないと次にはいかないんですけどっていう感じですね、はい。というわけで本日はですね、こちらのデッドストックブルーのジージャンの3ヶ月くらいのですね毛の変化見ていただきました。まあ気になる方ね、ぜひぜひ、ウエハさんね見てみたらいいんじゃないかなと思います。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。またね。
今日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。あとこれに、ね、関連動画出てますし、ここにあのチャンネル登録のボタンありますので、ここをぜひ押してください。明日もね、好きな服着て楽しくやりましょう。